せしました。ソロベースの解説といきたいと思います。こんにちは、ベース講師の星野徹です。本日はですね、ベース一本で F ブルース、ソロベースでジャズフレーズと和音バッキングに挑戦といった内容でお話をしていきたいと思います。それで本日はですね、 F ブルースのコード進行上で演奏をしたんですけど、ベーシストって普段バッキングやベースラインがまあ主な仕事ですよね。ですがですね、こんな風にですね、和音を絡めたりするとベーシストでも一人でアンサンブルっていうのはできるんですね。なのでこうした演奏のやり方を今日は詳しく解説していこうと思います。で、本日はですね、ソロベース初心者の方でも取り組みやすいようにタブ付きの譜面を2コーラス作成しました。こちらの譜面をもとにソロベースの弾き方を解説していこうと思います。で、今回の譜面で使われているフレーズはソロベースのアンサンブルではもちろんのこと、一般のジャズセッションでも使えるフレーズっていうのがもう満載ですので、取り組んでいただくとですね、技のバリエーションも増えてセッションのベースソロの攻略にもすごく役立つと思います。で、早速本日の動画の内容なんですけど、まず前半がですね、2コーラスあるソロベース譜のうちの1コーラス目の解説といきます。で、後半は2コーラス目の解説ですね。まあ主にソロベースの弾き方とかフレーズの音遣いだとか、そういったものを解説していきたいと思います。ソロベース覚えるとすごく楽しいので、ぜひこの動画を見てマスターしていただければと思います。それでは早速1コーラス目から解説していきます。はい、それではですね、早速1コーラス目から解説していきたいんですけど、もう一回ですね、ちょっとゆっくり弾いてみたいと思います。で、ここからはですね、1から4小節目の解説を行っていきます。重ねて今回のソロベースの演奏のポイントとなる和音の入れ方について重ねてお話ししていきます。で、まず1から4小節目もう一回弾きますね。こんな感じですね。で、ご覧の通りですね、このチャとかチャージャっていうのですね、この和音っていうのが普通のベースソロと違うところですね。このソロベースでこの普通のベースソロと違うのがこの和音の仕様です。で、こんな感じで、和音を弾いてあげると、まあ、ギターの合いの手のような感じでコード感も出るし、一人でアンサンブルをやっている感っていうのを出しやすいんですね。で、この和音の弾き方なんですけど、こんな感じで弾いています。まあ、もともとベースっていうの自体和音で弾くことを目的で作られていないんで、その明確な和音のルールっていうのはないと思うんですけど、私の場合こんな感じですね。この2小節目の和音、ここなんですけど、1弦と2弦を一緒に弾いているんですけど、1弦に人差し指で、2弦に親指を乗せて、こんな感じで、つまむように弾いていますね。こんな感じです。あんまり強く弾きすぎると、あのスラップのプルみたいに強く弾きすぎるとちょっとマイルドさが出なくなっちゃうんで、ポイントはですね、あんまり強く引っ張りすぎないように軽くつまんで引っ張ってあげるようなイメージで弾いてあげるといいですね。まあ、こういう弾き方慣れていない方も多いと思うんで、まずは本当にゆっくりのテンポから
風に少しずつですね、ゆっくりなテンポから鳴らしてってあげるといいと思います。はい、次は5から8小節目の解説をしながら親指ピッキングの使い方について解説していこうと思います。で、ちょっと5小節目から8小節目もう一回弾いてみると、こんな風に弾いていますね。で、今回全体的にあんまり2フィンガーピッキングはせずに割と親指で弾いているんですね。で、なんで親指で弾いているかっていうと、まあ、先ほど話したこの和音が親指ピッキングをすることで出しやすいんですね。で、どういうことかというと、例えば2フィンガーで弾くと、こんな感じで2フィンガーでいくとこういう動作とこういう動作の切り替えが結構必要になってくるんですね。こういう動作が必要になってくるので、ちょっとこういう切り替えが必要になってきて、まあ、できないこともないけどちょっとやりにくいかなと思って、でもこの親指ピッキングでやると、こんな風に、まあ、ご覧の通り和音弾きに移行しやすいんですよね。なのでこういう風に弾いています。で、ここもちょっと注意点があって、スラップのサムピングみたいにやるとみたいな感じで、ちょっとバキバキ言いすぎちゃってあまりいいジャズ的なニュアンスが出ないので、こんな風にアタックするよりはちょっと一回置きに行くような感じで、親指置きに行くような感じで、こんな感じでやってあげるといいですね。これだとちょっと乱暴なんで、こんな感じですね。あんまりバキバキ言わせないようにやると、まあ、いいニュアンスで出しやすいんじゃないかなというふうに思いますので、先ほどの和音弾きと一緒にですね、この親指ピッキングちょっと参考にしてみてください。はい、ここから9から12小節目の解説に行きたいと思います。こんな風に弾いています。こんな感じですね。で、今度はですね、ちょっと音遣いの話をしていこうかなと思うんですけど、結構ここのこのタタタタイタタタっていうメロディー結構耳に残りませんか？はい、こういうフレーズですね。で、ここなんですけど、実はですね、オリジナルのフレーズというかはちょっとお手本にしたフレーズがあって、実際の巨匠ジャズアーティストの音源のワンフレーズをですね、ちょっと参考にしているんですね。で、実際ですね、今回こうしたジャズの巨匠アーティストが弾いていたフレーズっていうのを結構ところどころに用いていて、実際のどんな音源の何分何秒のところを引用したのか、そういったものをですね、ちょっと記事にしてまとめて下に貼ってありますので、よかったら重ねてご覧いただければと思います。結構有名な音源をたくさんモチーフにしていますので、あ、この音源から持ってきたのかっていうのがもしかしたらわかるんじゃないかなと思いますので、よかったら重ねてご覧になってみてください。で、こんな風にですね、実際のアーティストが弾いていたフレーズをもらったり、アレンジして自分の演奏に使ったりするっていうことはですね、まあよくやるんですね。特に今回のようなこの Gm7 C7 F7 のような251進行ではですね、お決まりフレーズと言われているフレーズがよく使われているケースが多く、巨匠の音源、有名な音源をコピーするときはですね、まあ、全部丸コピーするのも大事なんですけど、この251進行でどんな動きをしているのかっていう風な視点になってみると結構いろいろな発見があるので、ぜひですね、アドリブ演奏を参考にするときは251進行の動きをチェックしてみるといいと思います。ということで、ここまでの
お話を応用して、これから2コーラス目の解説に行きたいと思います。4段目なんですけど、ここでのポイントはクロマチックフレーズです。で、このフレーズのかっこいいところが半音の使い方なんですね。F7 というコードに対して、ここにメジャーサンドの A 音、そしてここに5度の C 音があって、そこに向かって半音でこんな風に動いています。ルート音から A 音に向かって半音半音で3度に着地で、また半音半音で5度に着地ですね。コースター上がれ、結構かっこよくないですか。で、これもですね、さっき言いましたちょっと元ネタから引用させていただいたフレーズです。下にまとめてありますが、ブルースの F7 の進行ですごく使えるフレーズですので、ぜひこのフレーズですね、使ってみてください。で、次は5小節目から8小節目なんですけど、ちょっとここですね、2コーラス目の最初の1小節目からちょっとつなげて弾いていきたいと思うんですけど、まず1、2小節目で弾いて、3、4小節目っていう風に弾いて、今度5小節目、6小節目ですね。次7小節目、8小節目っていう感じで弾いているんですけど、全体的にこのタッタラタッタラタッタリズムをモチーフにですね、コードが変わるにつれて音を変えていくっていうアプローチなんですね。1小節目は F7 っていうコードでこういう風に弾いたんですけど、5、6小節目はこんな風にフレーズを変えているんですね。1小節目の F7 の時のフレーズのまま行っちゃうと5、6小節目のコードではちょっと合わなくなっちゃうので、ちょっとだけ音を変えてあげる、ちょっとだけ5、6小節目に合わせた音にしてあげる、こんなちょっと細かい差を出すだけなんですけど、こんな風にしてあげるだけですごくリズミカルに歌っている感じっていうのを表現できるですね。基本のリズムはタッタタタタタタタっていうリズムなんですけど、このリズムをモチーフにコードの進行に応じて今回のようにどんどん音を変えていくっていうアプローチは結構ベースソロで使えるアイディアですので、ぜひ試してみていただければと思います。はい、最後はポールチェンバース風3連フレーズですね。こんな感じですね。最後ちょっと難しいんですけど、これハマるとすごくかっこいいです。この3連を繰り返すっていうアプローチは、ジャズベーシストの巨匠ポール・チェンバース氏がよくやっていたフレーズなんですけど、これもまたアイデアの元ネタ下に貼っておきます。まあベースソロの時、割と四分音符とか八分音符とか一辺倒になっちゃいやすいんで、こんな風にですね、ところどころで3連符とかを入れてあげると結構サウンドが引き締まるんですね。なので、こうした3連符を入れるアイディアっていうのも参考にしてみていただければと思います。ということで、1コーラス目と2コーラス目まで解説させていただきました。ぜひですね、この親指ピッキングと和音を交えながら、ソロベース演奏ですね、挑戦してみていただければと思います。ということで、本日の動画は以上になりますが、最後に合わせて見ておきたい動画をもう一本ご紹介します。こちらですね、ジャズスタンダードセッションでもよく演奏される有名な曲、枯葉という楽曲
で今回と同じようにソロベース演奏をやってみました。こちらも弾き方の解説付きですので、ぜひ今回の F ブルースと一緒にですね参考にしてみていただければと思います。このチャンネルはベーシスト向けの音楽理論、ベースラインの組み立て方やアドリブソロに関しての配信などを毎週金曜日21時に行っているチャンネルです。このベースチャンネル星野をチャンネル登録していただくと、動画が更新された際に視聴者さんのメールアドレスに動画の更新情報が届くようになっておりますので、ぜひ次の動画も見逃したくないという方はチャンネル登録お願いいたします。最後に2つインフォメーションです。全国対応の Zoom を使用したオンラインレッスンを行っております。練習方法、音楽理論やアドリブの習得方法を学びたい方に、生徒さんのスキルに合わせた丁寧なレクチャーを一から行っていきますので、オンラインレッスン気になる方はご検討いただければと思います。またどんなレッスンを行っているのか気になる方は、無料のメルマガを配信しておりますので、こちらも重ねてご登録いただければ幸いです。よく生徒さんから聞かれるアドリブ演奏についての限定動画付きの配信、それから日々の練習の心がけ、メルマガ限定のイベントなども配信しておりますので、ぜひともこちらのメルマガ無料ですのでご登録いただければと思います。 Twitter のフォロー、高評価ボタン、コメントなどお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。